東急東急車両製造東日本旅客鉄道総合車両製作所東急車両製造東急車両製造株式会社はかつて存在した東急グループの企業で東京急行電鉄の完全子会社である横浜金沢プロパティーズ株式会社の2014年までの称号1948年に設立され鉄道車両及び特装車 立体駐車装置などを取り扱う製造業であった。鉄道車両専業メーカーとしては日本車両製造に次ぐ国内第2位であったが、2012年に総合車両製作所等に事業を譲渡。その後は不動産賃貸業を行う企業として存続し、2014年に商号を横浜金沢プロパティーズ株式会社に変更したが、2016年10月1日に、 東京急行電鉄に九州合併され、解散した。東急の鉄道車両製造、修理改造事業部門が1953年に独立した企業を直接の源流とするが、企業の経譜としては後に合併した帝国車両工業の方が古く、旧帝国車両の前身の梅鉢鉄工所まで遡ると、明治中期以来100年以上の歴史になる、隠れた老舗企業だった。 神奈川県横浜市金沢区の本社をはじめとして、群馬県大良郡大良町及び埼玉県羽生市の製造拠点を有した。1968年には大阪府堺市に製造拠点を置いていた帝国車両工業を九州合併。合併後は鉄道車両の製造については横浜製作所に集約し、トラック、特装車、分岐機。 国内外向けの各種輸送コンテナの製造専門工場となっていた。2003年には、和歌山県木の川市に工場を移転し、和歌山製作所としていた。鉄道車両事業においては、親会社である東京急行電鉄向けのみならず、日本国有鉄道、JR 各社、私鉄、公営企業向けに、新幹線車用、在来線用の電車、機動車、客車などを製造。 供給し、日本国外への輸出も行った。また2012年3月31日当時においては、関東地方に工場を持つ唯一の鉄道車両メーカーであり、下記の車両製造実績の通り、関東の主要な鉄道事業者全社への納入実績を有した。 東京急行電鉄以外では JR 東日本との関係が深く同社が導入した通勤型車両のうち30%を受注、製造しており特急型車両においては最多数の32%を受注、製造した1990年代には JR 東日本などと共同で VVVF インバータ制御及び軽量ステンレス構え体を採用した 次世代通勤系電車を開発した。JR 東日本901系電車として導入された、同通勤系電車は従来車と比較して約48%の電力で運行できる省エネルギー車両であった。その他、寝台特急、カシオペアの寝台車や食堂車の製造も担当した。また、JR 東日本に対して車両製造の技術供用を行い、 ニーツ車両製作所の開設に協力した。また、帝国車両工業を合併した関係で、南海電気鉄道との関わりも深く、南海と子会社の半海電気軌道の車両は、東急車両製造で製造されていた。横浜製作所の敷地面積は29万6000平方メートル。 建屋面積11万3000平方メートル、鉄道車両生産能力は年間720両であった。2012年、今後の発展が見込めない事業として、鉄道関連事業を東日本旅客鉄道に立体駐車装置事業及び特装自動車事業を新名は工業へ譲渡し、製造業としての歴史を閉じ、不動産賃貸業を行う企業として残り、 2014年に、称号を横浜金沢プロパティーズ株式会社に変更し、2016年10月1日に東京急行電鉄に九州合併され、解散した。東急車両製造が発展した背景には、国内の鉄道輸送の需要が増大し、鉄道事業者が輸送力増強に追われ、車両の増備、長編成化、旧世代車両の置き換えなど、 鉄道車両自体の需要が高かったためである。しかし、人口減少に伴う旅客輸送量の頭打ちと減少に伴う市場の縮小、鉄道車両の技術が一応の到達点に達し、車両の長寿命化と標準化が進み、メーカーとしての特色が出しにくくなったことなど、成長産業ではなくなった鉄道車両業界から、東急は撤退を決断したものである。 しかし、ステンレス車両の実用化、ワンハンドルマスコンや、堺地直波制御の開発など、鉄道車両メーカーとして成した功績は大きかった。第二次世界大戦終戦後、東京急行電鉄は、横浜市金沢区の旧海軍交渉跡地に、東急横浜製作所を開設、鉄道車両の製造、修理改造事業を開始し、1950年に、 東京急行電鉄へ納入したデハ80系電車、デハ85が、東急横浜製作所としての新規製造車両第1号となった。その後1953年2月6日付で車名を、東急車両製造と変更した。鉄道車両メーカーとしては、後発の事業者であったが、カルダン駆動の軽量台車と、順調格構造の軽量車体を組み合わせによる、 高性能車を開発、ついで一台車一電動機方式、セミステンレス車体、常用改正制度による維持運行経費の低減を重視した車両を開発するなど、東京急行電鉄との二人三脚体制による新技術の導入と、そのアピールには極めて意欲的で、短期間で多くの取引先を獲得した。また、国鉄においては、初となる。 レールバスを受注し、最終形式となった、キハレー型機動車に至るまで、国鉄のレールバスをすべて単独で受注した。また、札幌市交通局の依頼に応じ、世界でも類を見ない、路面電車スタイルの機動車を手掛けるなど、他社との競合がない分野にも、意欲的に進出した。その後、アメリカ合衆国バット社との技術提携によって、 オールステンレス車両のライセンス生産を開始、さらにボーイング社の有限要素法解析による軽量ステンレス車体を開発するなど、日本国内におけるステンレス構え体を採用した鉄道車両の設計、製造に関する先進性は他社の追従を許さないものであった。鉄道車両製造部門以外では、鉄道輸送及び海上輸送コンテナ、トレーラータンクローリーなどの特装車、 二段式及び多段式立体駐車装置、分岐器、横取り装置をはじめとする軌道関連部品の製造もいった。立体駐車装置については1992年度に販売実績業界第1位を記録し、また一般型鉄道用コンテナについては事実上の河川状態にあった。2002年10月1日をもって上場を廃止し、 東京急行電鉄の完全子会社となった後、2011年10月27日に、鉄道車両事業、特装自動車事業、立体駐車装置事業の経営権を及び、全株式を2012年4月2日付で他社へ譲渡することが公式発表された。需要の激減による市場縮小や一層の競争激化など、各事業を取り巻く環境は極めて厳しい状況が、 続いており、事業環境の急激な変化に的確に対応し、事業を継続していくためには、抜本的な対策が急務であったとされる。鉄道車両事業については、JR 東日本に、全株式と東急車両が培ってきた技術やノウハウを含めて、約65億円で、特装自動車事業及び立体駐車装置事業に、ついては新明和工業に、 約25億円で、それぞれ売却し、約1000人の従業員は新会社に移籍することが、決定された。事業譲渡にあたっては、東急車両製造が2012年4月1日付で、事業別に2つの事業死会社を設立し、既存の1社と合わせて3社に事業を分割した上で、既存死会社の株式も移動、翌日に、事業死、会社3社を JR 東日本、 新名和に譲渡という手法が取られた。ただし、譲り受け会社が再度合併する九州分割とは異なり、JR 東日本、新名和とも社名変更のみ言って、事業主会社として存在させている。ただし、後の2013年3月、JR 東日本に譲渡した総合車両製作所の子会社の京浜鋼半工業が解散。2014年4月1日に、 JR 東日本に譲渡した総合車両製作所が JR 東日本直営であったニ一車両製作所を譲り受け事業を拡大している。同日には新名はに譲渡した立体駐車装置事業の子会社が譲渡の際に新設された会社に吸収されている。同社は2018年4月に新名はパークテックに解消した。 事業上と後の等級車両製造については、前述の通り2014年に社名を横浜カナザープロパティーズに変更し、残存する不動産を管理する法人として存続するものの、等級グループは車両製造業から完全撤退したが、2016年10月1日に東京急行電鉄に九州合併され、解散した。なお、新名は二条とされた。 立体駐車装置事業及び特装自動車事業の各社は上渡後もしばらくは旧横浜製作所に一部機能が残存していたが後に新名は直営の同系の事業部の所在地に移転した。特記しないものは基本的に電車である。また車両の製作を JR 東日本ニ一車両製作所に委託したものが一部含まれる。また一部の形式は 総合車両製作所に継承後も製作されている車両がある。なお、京成電鉄と南海電気鉄道の2社は帝国車両工業時代からの顧客で合併後も継続して取引を行っている。このため、鉄道車両の生産が東京製作所へ集約された1971年中盤までオールステン列車を除く両者向け車両は、 帝国車両工業本社工場の後ろ身である大阪製作所が引き続き担当した大手私鉄、国鉄、JR 中小私鉄、第三セクター、新交通システム公営交通日本国外など、補足横浜製作所から道路を渡り京急図支線に繋がる回送線 TS701 系台車東急7000、軽車は水間鉄道線系、 PS309 系台車札幌資源3300型など、ありがとうございます。